現地時間5月15日に開催されたスコットランドリーグの第37節で、日本人5選手が所属する首位のセルティックが、4位のキルマーノックと敵地で対戦した。引き分け以上で3連覇が決まるセルティックは、前田大然が左ウイング、旗手レオが左インサイドハーフで先発。古橋京吾と岩田智樹はベンチスタート、小林優希はメンバー外となった。セルティックは開始5分。 オライリーが右サイドから送り込んだクロスを古橋に代わって CF で起用された間が流し込み、幸先よく先制する。さらに12分、機種のスルーパスを受けた右 SB のジョンストンが供給したグラウンダーのクロスを前田が流し込んで追加点。イダテンアタッカーはこれが今シーズンの6点目となった。さらに35分、前田が左サイドから絶妙のクロスを供給。 これをフォレストがゴールに叩き込んで3点目を奪う。後半も攻撃の手を緩めないアウェイチームは52分。騎手のミドルはブロックされたものの、その流れからオライリーが強烈なシュートを突き刺し、リードを広げる。62分には3トップを層を入れ替え、1ゴール1アシストの前田はここで下がり、古橋が CF に投入される。その古橋は69分。 左サイドのからのクロスにヒールで合わせるも、枠を外れる。71分にオライリーのこの日2点目で5-0とした王者は76分、クローザーで岩田を送り出す。このまま5対0で圧勝したセルティックが、1試合を残して3シーズン連続54回目の優勝を決めた。残念ながら小林はシーズンを通して出場機会を与えられなかったものの、不調やけがもありながら、 日本人4選手はそれぞれリーグ制覇に貢献を果たした。